1分かかる扉への未回収伏線、ボンちゃん。インペルダウン編で生死不明の最後を迎えたボンちゃん、ルフィたちを逃すためのおとりとなり、マゼランに勇敢に立ち向かっていく男気には涙した人も多いのではないでしょうか。そんなボンちゃんが無事に生きていたことが67巻666話の扉で判明しました。あの絶望的な状況でどうやって生き残ったかは不明ですが、まずはボンちゃんが生きていてくれたことを喜びましょう。そしてボン様はニューカマーランドの新女王となっており、新たなインペルダウンの囚人を従えています。イワンコフの後を継いでいる流れから考えると、革命軍入りをし再度ルフィたちを助けることもあるかもしれません。その際にはこの扉がボンちゃんが生存していることを示し、後に再登場する伏線となっていたと言えるでしょう。熱い熱い友情を持つ2人ですから、再会してほしいと思います。